ございます。はい、お願いします。あの一歩一歩だったら、あのまた元気ですか？はい。あ、はい。おかげさまでも目もね。目怪我したの？ね、目、うん、炎症起こしちゃって。今日は、グローブの。あ、知ってます。どんなだっけ？タイトル。ゆるハッピーは。ゆるハッピーアリサタイム。ゆるはひらがな。ひらがなで、ハッピーがカタカナです。で、ハート。ハート。ハート。で、その次が、はい、アリサは漢字。漢字ではなく、英語。英語。タイムのあとコーヒー。そうです、コーヒーコーヒーキラキラです。キラキラ、はい、山下さん、はい、キラは返しといてからね。 ありがとうございます。今日何の話するんですか？本日は、美肌を作ることです。あ、美肌を作るコツです。はい、これなんかマイクが変わりました。ああ、だから全然違う。まだです。オープニングからね。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。2時になりました。ゆるハピアリサタイムのお時間がやってまいりました。私の自己紹介をさせていただきたいと思います。宜野湾市野田家のサロンドアリサというエステサロンを経営しております、熊沢アリサと申します。よろしくお願いいたします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、ツイッターも連動しておりますので、たくさんのツイートをしてください。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。アリスさん、久しぶりですね。ねえ、久しぶりですね、はい、本当ですね。お元気でした？はい、元気です。元気そうですね。はい、おかげさまで、うん、はい、目も綺麗に治って。あ、そうですか。そうなんですよ。あの先週はね、ちょっと音声のみの、あの配信となりましたが、今回はね、生放送で、スタジオにおります。はい、今日のテーマは何ですか？本日のテーマは、美肌を作るコツについてお話をさせていただきたいと思います。はい、皆さんね、美肌については興味が、うん、まあ、男女ともあると思いますので、そうなんですよ。ぜひ聞いて、また質問があれば、はい、皆さん先ほどね、メールとかあるいはコメントで、そうですね、お寄せください。はい、さあ、それではここで一曲をお届けします。グローブでデパーチャーズ。はい、懐かしいね。そうなんですよ。懐かしいね。冬っぽいなっていう。グローブ冬っぽいっすよね。そうなんですよ。なるほど。冬の曲だなぁなんて思って。懐かしいですよね。うん。
カラオケでも歌うんですよ、これ私。あら、そうなんですか。そうなんですよ。上手ですか。上手かどうかはもう本当にもう皆さんが決めますけど、でも90点はいきますよ。マジ、はい、すごいね。山内さんなんか歌うんですよ。僕あんまり歌わないですね。聞く専門です。専門なんか、まあ、もう最近は本当に行ってないですけど、うん、もうすごい好きで、うん、あの例えばほらこう立って歌えるところとかもあるじゃないですか、うんうんうん、歌いしようみたいな、はいはいはい、ああいうところとか立って歌うぐらい好きなんですよ。一人でも行くんですか。一人でも行ったりしてましたよ昔は。ワンカラ、あ、でも、でもこの何て言うんですか、こうお店の人が、うん、を知ってるとかそういうところに行くんですけど、バー的な。あ、そうです、そうです、はいはいはい、そこだったらね、うん、あ、でもたまに本当にカラオケボックスとか、そうそう、今一人で行くのも ね、流行ってるからね、ね、ワンカラ、人からね、人から、そう、人から人から、これで見ればいいんですよね、ブルーの。そうです、CM まであと4分ぐらいっていうあれで、まあそれはあんまり気にはしなくていいんですけど、こっちで曲の後 CM 行くので、これ見るんだよって教えてもらって、はいはい、なるほどこれあんまり気にしてなかったんですよ実は。あ、だけど最近はこれで見てます。そうだ、アリスさんのね、あのサウンドアリさんの CM もちょっと今止まってるからすぐやらんといけん。途中ですか。はい、なるほど、そうだ、そうですね、 CM そしたらね挟んでね、うん、すいません、すぐ作ります。いえいえいえ、昨日もなんかちょっとお昼少しだけ、うん、あのラジオ番組聞きました。あ、そうですか。そうそうそう、ぜひいっぱい聞いてください。そう、聞いてますね。コメントしたら内緒に来てる、あやむき聞いてました。何でしたっけ、なんスタイル、萩野アスタイル、萩野アスタイル、 あれ毎日やってるんですか、うん、毎日です。あ、じゃあ先からありがとうございます。ありがとうございます。なんかあれオンエアしてないの、喋ってないの。今音楽、今音楽中です。あのグローブありがとうございます。ありがとうございます。いつも元気でいいっすよね、佐久間さん、見てもらえるんだ、すごいですよね、うん、パワーが。はい、佐久間さんの画面のままになってる、YouTube、あ、そうなんですか。すぐ直します。あ、かっちゃんさんが、山内さん、有沙さん、リスナーの皆さん、こんにちは、こんにちは。ひーふーみーさん、こんにちは、ごっくんちょ。あ、パパイヤさんも。パパイヤさん、こんにちは。こんにちは。沖縄 T シャツ屋さんなんですか、パパイヤさんは。おしおです。これって今も聞こえてる状態ですか。ツイキャスってでも音楽、あの曲流してる、曲は聞けなくて、ね、この声が聞こえてます。ああ、なるほど。ヒーデミューさん、アリサさんって言うんですか。はじめましてです。あれ、ヒーデミューさん、ごっくんちょの方ではないですか。ごっくんちょの方ですよ。はじめましてじゃないですよ、ヒーフーミーさん。あれ、失礼ですね。ヒーフーミーさんね、でもいろんなラジオ聞いてるから、ね、ですよね、きっと忘れちゃいますよ、うん、あ、でも、ヤギ座 B 型、アリスさんも久しぶりだしね。そう、ヤギ座 B 型毒舌長男ってなってるから、あい、ごめんね。いいですよ、全然久しぶりなので、本当に。待って、どうぞ。はい、
皆さんこんにちは、ゆるハピありさタイムの時間になっております、はい。本日のテーマは美肌を作るコツについてお話をさせていただきたいと思います。美肌を作るコツ、はい、はい、そうです。その前にアリサさんちょっと自己紹介しましょうか。はい、私の自己紹介ですね、させていただきます。はい、宜野湾市野田家のサロンドアリサというエステサロンを経営しております、はい、熊澤アリサと申します。よろしくお願いいたします。得意技は何ですか？得意技は最新スーパーオートクチュールフェイシャルというあのフェイシャルですね。あと、アロマリンパボディートリートメントというあのボディートリートメントもあの得意です。はい、はい、ゴッドハンド、はい、今日はマジックハンド、はい、マジックハンド、はい、あのネイルもいつもはピンクなんですけど、クリスマスシーズンということもあって、はい、赤のネイルにいたしました。なんか赤でもキラキラしてます、ね、そう、キラ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 してますね、はい、キラキラ系が大好きなので、はい、はい、よろしくお願いします。死に強そうな得意技ってきてますよ。得意技、そうね、そうですね、なんか決め技っぽい感じだとは思うんですけど、かなり決めます。聞きますね。あ、聞きます、はい、決めますとか言っちゃいましたが、これは男性もやってるので、ぜひひーふゆみさん、そうですね、そうですよ、若さを保つために、はい、はい、かっちゃんさん、ありささん、久しぶりの生放送やん。そうですね、お久しぶりですね、はい、はい、ということで今日はその美肌を作るコツ教えていただけますか。はい、これからまあね、寒くなる時期で乾燥すると思うんですけども、肌荒れを防ぐ簡単な方法っていうのが、キャベツを食べることなんですね、うん、で、キャベツ、キャベツ、はい、キャベツはまあね、スーパーでも手に入れることが可能なので、ぜひ実践していただきたいんですけど、キャベツは約 96% 水分なので、食べても食べても太りづらいんですね。でまた積極的に食べると無駄な食欲を打ち消すことができるので、ちょっとダイエット効果っていうのも狙うことができるんですよ。でまたキャベツは食物繊維が入っていて、はい、でまたさらに食物繊維が豊富っていうことは便秘の解消にもなるんですね、うんうんうん、なのでまあ、いわゆるこの腸内環境を整える上で、はいはいはい、まあ、有効な食材になるということになります。で腸内環境が良くなれば、腸内で合成されるビタミン B 群のほとんどが作り出されるんですね。で、どういうことですか？というのは、ですね、ビタミン B 群の仲間は、仲間たち、うん、仲間たちは、糖質とか、脂質、はいはい、うん、そういうのを分解して、まあ、お肌に老化のストップをかける、へ、かけて、はい、まあ、湿疹とかアレルギー性の肌荒れを防ぐ効果も狙えるんですよね。腸が良くなれば、そうですね、自然と肌も良くなると。そうです、腸内環境を整えるということですね、はい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 、なので食物繊維っていうのはものすごく腸内環境も整えてくれるので、うんうん、そこを狙ってキャベツっていうことになるんですけど、まあ、肌荒れってやはり皆さんね、いろいろ、まあ、今こういう情勢なので、うん、まあ、ストレスが原因で、まあ、起こることもあると思うんですけど、はい、まあ、実はキャベツはビタミン C が入っているので、うん、まあ、ビタミン C はストレスにいわゆる対抗する力を持っているんですね、はいはいはい、なのでビタミン C とかはシミも、まあ、薄くしてくれたりとか、うん、お肌の潤いの成分である、うん、まあ、女性だとコラーゲンとか、はいはいはい、まあ、エラスチンとかそういうのを作り出す大元になるのがビタミン C になるんですよ。なのでビタミン C と食物繊維をダブルで取れるという、うんうん、はい、
いうお話になるんですけども、キャベツは。そうなんですよ。で、ビタミン C、あのキャベツは、はい、あのビタミン C 入っていますが、うん、ビタミン C って熱に弱いんですね。ああ、言いますよね。ね、はい、よく聞きますよね、うん。なので、もちろん炒め物だったり、まあ、煮込みでも全然いいんですけど、はい、生が一番いいですね。うん、なのであのごま油だったり、まあ、甘煮油でちょっとかけてあのいただくっていうあの形が一番ベストかなとは思います。あとは、はい、まあ、ミネストローネとかで、うん、あの入れて煮込んであのそういう調理、うん、であのいただくっていう感じでもいいですね。なのであのビタミン C は本当にあのお肌に、ね、シミとかそういうあの美白効果もあるので、そういったものを取り入れるといいっていうのと、はい、そうですね、これからあの冬に入ってあのお肌乾燥しやすくなる時期だと思うんですよ、はいはいはい、お肌が、はい、なので なぜ年を重ねると、うん、なんか乾燥しやすくなるじゃないですか、うん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 、これってあの、まあ、いわゆる角質層って言って、はいはいはい、肌の表面にあるものなんですけど、うん、そのセラミドっていう成分が、うんうん、あの減少してくるからなんですね。で、まあ、40を境に、はい、ちょっとこのセラミドが、うん、あの減っていくとあのちょっと乾燥というかしやすいっていう状況になるんですけど、うん、はいはい、まあ、なぜ年を取るとお肌が乾燥するの、うん、潤い失ってしまうのっていうことなんですけど、はい、このセラミドには、まあ、水分を蒸発するのを防いだり、うん、あの保湿効果があるんですよ。はい、なのでこれが減っていくっていうことで、うんうん、まあ、あの乾燥につながるっていうことなんですけ どじゃあそれをどう改善すればいいのっていうお話なんですけど、そうですね、うん、あのこのセラミドを摂取、うん、あのお食事でもできるんですよ。へ、それが、はい、こんにゃくになります。あ、キャベツではなく、またセラミドはこんにゃく、はい、こんにゃくです、はい、キャベツは若が、うん、肌荒れですね。肌荒れに効くと、はい、効くと、はい、でこの潤いを与えるのがこんにゃく、はい、こんにゃく、お、なるほど、はい、でこれからの季節あの、ね、寒くなって乾燥して、うん、お肌ちょっと乾燥するなっていう時は、まあ、1週間にそうですね一袋でもいいので、あの糸こんにゃくでもいいですし、はいはいはい、まあ、板こんにゃく、うん、あの2種類あると思うんですけど、はい、どちらでもいいので、それを、まあ、できればそうですねちょっとあの黒っぽい色の方を選んだ方がいいです。うん、え、糸こんにゃくでも、そうですね、あの生なんか白っぽいのもあるじゃないですか。糸こんにゃくは白いイメージですけど、ですよね、うん、だから板こんにゃくは黒っぽい方がいいですね。あ、なるほど、はい、それはなぜかというと、はい、あの原材料を見てほしいんですけど、うんうん、これが生芋のものを選んでいただくと、生芋、はい、はいはいはい、そうするとまたねやはりあの低カロリーで、うん、まあダイエット効果も狙えるし、はいはいはい、さらにあの食べても食べてもそんなに太らないっていうのもありますし、あとはセラミドがたっぷり入っているので、あ、黒い方が、あのそうですね、なるほど、はい、すごいね。じゃあキャベツとこんにゃくを、はい、とりあえず冬は食べましょう。そうですね、なのでお鍋、お鍋の季節になるのでこれから、うん、だからね、お鍋の中に、うん、あのこんにゃく入れて、ちょっとおでんにしたりとか、ね、こんにゃく美味しいですからね、美味しいですからね、うん、そう、なので1週間に1袋くらい目安にして食べていただくと、それを継続していただくとお肌の調子も
潤いを保っていいかなと思います、うん、はい。沖縄 T シャツパパイヤさんが来てます、はい、セラミドカ、最近になってレジ袋を開けれないの実感してる。これ手がカサカサしてってことですよね。あ、なるほど。あ、僕も無理なんだよな、もう今。あー、なるほど。あの水ちょんってやってからに、あ、ね、この糊みたいなのをこう押して、うん、そうそうそう、こうね、やらないとっていう時ありますよね、うん、はい、それはやっぱりそのセラミドがどんどんなくなっていくから、うん、そうなんですよ。やはり40を境にして、はい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 、あの結構あのもう50代になるとバンとこうセラミドの量があの減少してくるっていうのが、はいはいはい、まあ、あのエビデンスで出ているので、じゃあやっぱりね、その、うん、まあ、普段からキャベツとこんにゃくを食べるようにして、またさらにこうアリスさんとことかで、うん、そうですね、余計施術してっていうことですよね。はい、ダブルで、ダブルで、はい、そしてやっていくと、お父さんから来てます。初めましてじゃないかな、アリスさん料理も上手なのかなって来てます。料理もそうですね、あの好きですよ、料理好きですね。あ、そうなんですか。はい、キャベツとこんにゃくね、ひふみーさん、うん、ひふみーさん毎日氷触るから指先がカサカサしてる。へえ。週1くらいで紙やすりで削ってます。どこを紙やすりで削ってるんですか。指先ですか。うん、大変ですね。紙やすりであの削ったら余計カサカサしませんか。あのハンドクリームとか、はい、あのあるので、そういったものでね、少しあの乾燥を防ぐといいと思いますよ、ひふみさん。そうですね。ね、はい、はい、さあ、ね、他にお伝えすべきあれありますか。そうですね、うん、あ、今ですね、あの、はい、サロンの方で、うん、あの内閣府この認証の、はい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 、あの統合医学学会の講師のこのアロマの方で、うん、はい、あの生徒さんを募集しておりますので、はいはいはい、もしあの気になる方とか、うん、あのお問い合わせもしあればあのお気軽に、はい、あのサロンの方までご連絡いただければと思います。はい、はい、サロンのじゃあ電話番号は、はい、サロンダーリサ、宜野湾市野田家 1-10-10-2、080-3091-3757 になります。はい、興味がある方ぜひね、お気軽にお問い合わせしていただければと思います。そしてそうですね、今日話した、ね、美肌に関してもぜひアリスさんに直接相談したいという方はお気軽に相談してみてください。はい、とりあえず皆さん、こんにゃくとキャベツ、そうですよ、こんにゃくとキャベツがキーワードになります。あのね、この番組ね、結構いろんなこう、うん、食べ物が出るんですけど、シンプルで分かりやすいので、はい、僕はね今ゆで卵、あ、はいはい、毎日食べてます。いいですね、実践してます、うんうん、いいですよ、はい、うん、あの EPA が入っているので、うん、はい、ものすごくあの脳にもいいですし、あの集中力ね、はい、いいので、すごくあの卵はお手軽でいいかなと思います、うん、でキャベツとこんにゃくもね、はい、あのそんな難しくはないので、うん、そうなんですよ、はい、もうすぐね、あのスーパーの方にね、うん、行けばあのある食材になりますので、はい、はい、実践してみてはいかがでしょうか。はい、冬はあのほっこりお鍋で、あ、いいですね、はい、最近お鍋とか食べましたか。だからこれからちょっとやろうかなと思ってますよ。はい、なんか、うん、冬らしいことしましたか。ね、冬らしいことはそうですね、茶壇に行って、おう、ちょっとあのなんかこのイルミネーションをこう見た時に、はいはいはい、あ、もうなんか冬だなっていう、確かに、なんかクリスマスが近づい、綺麗ですよね、ね、近づいてきてるなっていう感じで、うん、あの冬らしさを感じましたね。はい、ひふみさん来ております。ハンドクリームはまめにぬりぬりしてますよ。あ、そうですか。それでもカサカサするから紙やすりで削ってるんですよ。そうなんですね。紙やすりで削るって何、ねえ、紙やすりで、
あのね、例えば女性だとほらあの爪のケアでヤスリでね爪先を削るっていうのはあるんですけれども、うんうん、指をヤスリで削ってるんですかね。ひふみさん、ヤスリで削らないで、うん、そのままね、ちゃんとハンドクリームだけの方がいいかもしれない。あ、ささくれとかひび割れとかじゃなくて指先がカサカサするんです。あー、なるほどですね。そしたら指先にハンドクリームちょっと多めにね塗って塗っていただいて。よくわからないですけど、はい、面白いですね、うんうん、さあそろそろ、エンディングですけど、はい、アレスさん告知はもう大丈夫ですか？そうですね、今サロンドアリサの方で、うん、生徒の方を募 集、ね、はい、募集しているのと、はい、まあ、最新スーパーオートクチュールフェイシャル、うん、あとクリスマスに向けて、はい、オートクチュールなボディラインを手に入れませんかっていうことで、はい、ダイエット、まあ、送信ですね、うんうん、部分痩せ、はい、の方を結構力入れていますので、2020年ミセスアースジャパン沖縄大会に、はい、でご参加いただいた講師の方も、うん、お客様でいらしてます。はい、はい、で一生懸命ボディメイク、うん、うちでやられているので、興味がある方はぜひお問い合わせください。はい、よろしくお願いします。さあ久々の生放送でした。ぜひ皆さん来週も聞いてください。はい、それでは皆さんまた来週。また来週、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、皆さんありがとうございます。次があるで